ピーター・アンダーソン・フェアバンクスは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の、プロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のタンパベレーズ所属。ウェブスターグローブス高等学校時代には、トミー・ジョン手術を受けている。テキサス・レンジャーズ時代2015年の、MLB ドラフト9巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9。 スポケン・インディアンスでプロデビュー。十三試合に登板して一勝二敗、防御率三点一四、四十七奪三振を記録した。二千十六年は A 級ヒッコリ・クローダッツでプレーし、二十四試合に登板して四勝五敗、防御率4八八、八十奪三振を記録した。二千十七年は A 級ダウン・イースト・ウッド・ダックスでプレーしたが、 シーズン途中に高校時代に続き、自身二度目となるトミー・ジョン手術を受け、残りのシーズンは全休した。2018年も前日の手術の影響でシーズンを全休した。2019年は A 級ダウンイーストで実戦復帰。その後 AA 級フリスコラ・フライダーズ、トリプル A 級ナッシュ・ビル・サウンズと順調に昇格していき、6月8日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌9日の試合でメジャーデビューを果たした。2019年7月13日にニック・ソラックとのトレードでタンパベイレイズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級ダーラムブルズに送られたが8月16日に MLB に昇格した。8月18日にトリプル A 級ダーラムへ降格した。9月1日に MLB に昇格した。最終的に MLB では13試合に登板した。2021年4月9日に右回線筋鍵盤の針で10日間の故障者リスト入りした。5月5日に復帰した。ありがとうございます。